皆さんこんにちは、レガテドリブル塾です。今日はリフティング練習法の中上級編をやっていきたいと思います。イエーイ。で、前回リフティング練習法の初級編って出したじゃないですか、はい、であれはリフティングが100回まだできない選手に向けての動画だったんですけど、今日は100回以上できる、ある程度リフティングはもう余裕でできるよっていう選手向けの動画になります。なるほどね、はい、じゃあこれはちょっと前回よりグレードアップして、ちょっと難しくなります。はいはいはい。リフティングって結構基本的な練習って捉えがちなんですけど、ボールタッチを本当に柔らかくしたいんだったら、もうリフティングの練習ってやり方によってはもうとっても効果的で、まあ、トラップにそれがつながったりとか、ボールタッチっていろんなドリブルにしてもパスにしてもトラップにしてもあらゆるところで必要な要素じゃないですか。はい、そのボールタッチを柔らかくするためのトレーニング内容になっているので、今日のトレーニングぜひ参考にしてやってみてください。いや、要チェックですね。はい、はい、じゃあそれでは早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速リフティングの練習法一つ目の紹介をしていきたいと思います。リフティングの練習法初級編で、インステップでのリフティングが100回以上もしできるようになれば、今度はできる限りいろんな部位でリフティングをするようにしてみてください。例えばインサイドを使ったりとか、アウトサイドを使ったりとか、ももを使ったりとか、とにかくいろんな部位でリフティングしてみることが大切です。まあ、例えばなんですけど、もしインステップでも簡単になってきたら、今度はインサイドを使ったリフティングをこうやってやってみたり、アウトサイドを使ったリフティングをやってみたりとか、とにかくいろんな部位でリフティングをしてみます。大切なのは得意なリフティング、まあ、つま先のリフティングとかでもいいんですけど、この得意なリフティングの合間に1回入れたりとか、1、2って入れたりとか、こうやってちょっとずついろんな部位でタッチすることが大切です。まあ、目安としてインサイドは例えば連続でこれを50回やってみるとか、まあ、ちょっとその辺の目標とかは自分で決めても全然 OK なんですけど、インサイドがじゃあもし50回だとしたら、アウトサイドはこんな感じで30回やってみるとか、これも連続でもしできれば30回とかできれば一番はベストです。まあ、最初はちょっと難しいかもしれないので、これを10回ずつにしてみたりとか、まあ、5回連続とか、まあ、最初は少ない数でもいいので、とにかくこうやっていろんな部位でリフティングしてみることが大切です。インサイドとアウトサイドのリフティングのコツだけちょっと簡単に伝えると、足をインサイドの面にしてもアウトサイドの面にしても、どっちも地面とまっすぐになるようにこうやって面を作ることが大事です。インサイドの場合もしっかり足を上げて、インサイドが地面と平行になるようにこうやって面を作ってタッチすることがポイントです。最初はこんな感じで手でやってもいいと思います。で、アウトサイドも同様で、こうやってまず足を動かすことからできないとちょっと難しいので、これ結構股関節の柔らかさとかも関係してくるんですけど、ここで足をしっかり上げて、アウトサイドの面が地面と平行になるように意識しつつボールタッチします。で、最初はこんな感じで1回ずつまずやってみても全然 OK です。1回ずつやって慣れてきたら、これを1、2ってやったりとかで、また慣れたら1、2、3ってやっていくと、どんどん回数をこなせるようになっていくと思います。2つ目の練習法が、このテニスボールを使った練習です。これなんでテニスボール今使うかっていうと、このサッカーボールの中心ってほとんどこのテニスボールの大きさと同じぐらいの部分しかないんです、サッカーボールの中心も。なので、テニスボールをサッカーボールの中心っていう風にイメージして、まあ、これでリフティングできればほとんどサッカーボールでも変わらずにできると思います。テニスボールでできるっていうのはかなり難易度も高くなってくるんですけど、でもその分ボールを中心で捉えるっていう意味ではかなり効果的な練習法です。こんな感じでテニスボールを使ってリフティングするんですけど、最初は慣れないと思うので、5回とか10回とか少ない回数を目標にしてやってみてください。で、こうやってリフティングできるようになってくれば、サッカーボールの中心を捉えてることとほとんど同じなので、こうやってリフティングをたくさんまずテニスボールでできるようにやってみてください。で、こうやってできてくれば、サッカーボールでやった時には、やばい、サッカーボールでやった時にはある程度もうボールの中心は絶対捉えられてるはずなので、ボールタッチの柔らかさにもつながると思うので、ぜひこのテニスボールの練習もやってみてください。で、今インステップだけを使ったんですけど、もちろんこれも、まあ、アウト、ちょっと難しいかもしれないけど、アウトでこうやって1回ずつでもいいのでやってみたりとか、インサイドをこうやって使ったりとか、いろんな部位でもこれもできるようにやってみると、柔らかいボールタッチにもつながってくると思います。はい、そして最後の3つ目のリフティングの練習法が、今度は普通にこうやってリフティングを始めて、途中でボールをこうやって上に上げます。上に上げたボールをまたリフティングしながら、これをどんどん続けていくんですけど、これを何回かできるように、で、最初はあんまり高く上げすぎないのでいいので、
ップぐらい上げてフラップで、インサイ、今インステップしか使ってないんですけど、これもまたインサイドでやったりとか、慣れてきたらアウトサイドでやったりとか、こうやっていろんな部位をまた使いながらリフティングしていきます。こんな風になるべく落とさないように、ちょっとずつ高さも高くしながらこうやってリフティングやべっていくんですけど、結構これ最初は難しいと思うので、最初は低いところからこうやってインサイド使ったり、やべっ、ミスか、インステップ使ったり、アウトサイド使ったり、本当にいろんな部位でやるように練習してみてください。でちょっとある程度の高さで慣れてきたら、今度は少しずつ高くもできるようにやってみてください。こんな感じでちょっと高さも変えながらインステップでやったり、インサイドで収めたり、もし余裕があればアウトサイドで収めたりっていう風に、いろんな部位でこれもできるようになるとよりいいと思います。はい、以上がリフティングの練習法中上級編でした。いや、めっちゃ勉強いや、めっちゃ勉強なった勉強なったなっためっちゃ噛んでたけどね、うん、噛んでた使うやん絶対これマジで、うん、俺やろうと思います練習しようと言いましたね。練習します、翔ちゃんやるらしいです。はい、で今日やったトレーニングは、まあ、最初はちょっと難しかったりもするかもしれないけど、やっぱり初級編でも話したように続けることが絶対大事なので、最初できなくても、まあ、ちょっとずつ1回ずつとかでもいいから、ちょっとずつコツをつかんで継続してやってみてくださいという感じで、今日の動画はこれで以上になります。今日もしこの動画が役に立った、面白いと思っていただけたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。このようなサッカー系の動画を今後もどんどん発信していくので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひこちらの方からチャンネル登録していただけると嬉しいです。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.